95キロのチャンピオンで、はい、19キロのチャンピオンで、無差別級のチャンピオンで、レフリーお願いします。レフリーできない。贅沢なメンバーだよ。贅沢だよ。チャンピオンだよ。YouTube 用の。ハハ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 ハ
さっきでも強い人がありがたみよって言ってたから、ね、そうですね、そうですね、ありがとうございます、ありがとうございます、もっとかっこいいじゃん生徒見てるまで本当にあれだね、岡山の僕も1位ですね、岡山の方ですね、俺チーム一緒だから愛媛から来て、すごいやらない、愛媛に乗り込もうチーム岡山、上山で、でまた岡山の面目を弁護チームの人です、 MO ゴッズーしよう、ぐこのままでかね、こうの方が自力こ、のまま俺が逆転する、これはちょっと痛ましていかないサイドアタックに行こうかって悩みながら持ち替えたところをうわー、まあ、それも勝負の醍醐味だね、景色がラストで、はい、多分 YouTube のサムネにこれがなると思います、サムネですか、おさまでしょあんた一番目立つ、あんたのそのところに全日本95キロチャンピオンが書いてほしい、そのところに、そのところは VS グリーン今見切れとるOK、 よっしゃ、じゃあ今日ラストね、練習やるけど、まあ、じゃあこれインスタで流してください、はいはいはい、じゃあゴッ、本当に力入らなかった、保ちましたチームオペアマン文句あんならエネが夢から連れてこいよ、頑張ります、強かったです、映画撮れたひどい件だと思うよ、もう二度と岡山岡山県に来たのかな、また会う、ボコボコ倒してとっとと帰るという、あの後で、あの例のこれのこれの方あオーケー、すみません、ありがとうございます、ありがとうありがとうありがとう、ちょっとまた愛媛行こう、愛媛行きます、また失礼します、オーケー。